みなさんへようこそ、オズです。今日の動画も25日で25動画作るの動画です。今日は21日です。Emma, do you like the internet? I do. Emma, do you like challenges and tags? Yes, I do. Come with me.今月は全部動画はタグやチャレンジの動画作るつもりです。でも今月忙しすぎで字幕作る時間なくて全部英語だけですね。だから多分日本人の方はちょっと困ってる。でも今日の動画は日本のタグだから全部日本語でする。日本語下手といっぱい間違い来るから許してください。Why did you move to Japan? どうして日本に引っ越しましたか？いろいろな理由あるけど、多分一番は僕は生まれたから、大学終わってまでずっとカナダに行って、他の文化と他の人と生活知らなかったから、ちょっと独立してカナダじゃなくて、すごく逆の文化みたいな場所で住みたかった。実は来る前日本のこと全然知らなくて、日本語もできなくて、すごく赤ちゃんみたいで初めて日本来たから、すごく新しい人生みたいな感じで行きたかった。だから日本来た。そして寿司が好き。 What's your favorite Japanese food and why? 好きな日本料理は何ですか？日本来る前、寿司と天ぷらとうどん以外食べなかった日本料理だから、全然知らなかった日本で何ある。日本来たらすごいいろいろの日本料理、肉じゃがと鍋といろいろの魚と納豆とか食べた。でも一番好きは多分すき焼き。そして日本料理じゃなくて、でも日本スタイルかな、はカレー。僕はインド系カナダ人、でも実はカナダでカレーあまり食べなくて、あまり好きじゃなかった。日本来たら日本のカレー食べたら、特にここ一番カレーすっごく好きになって、今多分1週間2回3回だって食べてる。チキンカツカレー辛さ2番。 Where is your favorite place in Japan and why? 日本で好きな場所は何ですか？どこでも日本行くはすごく好き。いっぱい面白い建物とレストランと見るものある。もし住むだったら千葉、今住んでる場所は一番好き。都会だから、田舎じゃないから都会いっぱいものある。でも東京みたいのすごく混んでいない、だから千葉ちょうどいい。旅行みたいな場所だったら、僕は最近温泉好きになってるから、多分伊豆。最近は横さんと僕の犬メープル君と一緒伊豆行って温泉入って、すごくいいところだった。自然もある、景色も綺麗と、すごいは一番すごいはペッツはペットフレンドリーの街、犬はどこでも大丈夫だから、それですごく好きになった。What is your favorite Japanese word or kanji and why? 好きな日本語と漢字は何ですか？一番好きな日本語の言葉は、難しくてあまり言うないけどすごく好きは、しなければなりません。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 全然わからなくて、しくなくなくみたいな感じで、でも何回何回も勉強したら、しなければなりません。俳句になったら、ちょっとうまくって、ちょっと嬉しかった。そんな長いの言葉は、英語で、I have to。すごく簡単。だからそれも面白いと思った。漢字だったら、僕は、漢字は黒が好き。実は漢字あまり知らない、勉強してないから。でも、黒はすごく面白い。人間の形、人間は、フラの、スカート着てちょっとダンスしてるみたい。アフリカのトライブの黒人の男み
みたいな感じかな。でもそれはちょっと種差別主義かな。 What is your favorite thing about Japanese culture and why? 好きな日本文化は何ですか？古いの文化あまり知らない。でも前も言って温泉すごく好きになって、あのいろいろの場所、あの北海道で、あの登別と伊豆と箱根といろいろ場所行って温泉すごく好きになった。カナダで絶対裸でみんなと一緒にお風呂入らない。前はすごく恥ずかしくていつも断った。あの友達や職場の人と一緒に行くの。でも最近は全然気にしてない。すごく大好き。 What is one thing that has surprised you during your time in Japan? 日本で驚いたことは何ですか？驚いたことは日本人の、あの仕事、英語で work ethic、 日本語で、あの調べたら、あの労働倫理、わからない、それ間違えてる、ごめんね。けど信じられない、日本人はそんな一生懸命で働いてる。カナダもみんな毎日仕事行って頑張ってる。でも日本来てすごくびっくりした。日本人は働きすぎ、あの朝早く行って電車乗って仕事行って、仕事も5時じゃなくて7時、8時、9時、10時まで行って、その後職場の人と一緒に居酒屋飲みに行って戻って寝て、また次の日朝早く起きて、信じられない。日本人はすごいね。ね。そしてみんな日本人から来たら辞めるのはできない、難しい、帰るできない、早く、すごく大変、ストレスすぎ、いいものけどちょっとかわいそう。もっと人生楽しいした方がいいと思う。 Have you picked up any Japanese habits? 日本の習慣を身につけることがありますか？考えるとき日本人みたいなこの音を出して、あの頭ちょっと斜めして like みたいな、それもする。疲れたらちょっとよし、言う。あ、そして一番面白いは、僕はカナダ戻ったらみんな家族と友達笑うわ。ずっと僕の気持ち言う。寒い、暑い、眠い、疲れた、うまい。でもカナダでみんな全然それ言わない。ちょっと変。例えば英語で、It's delicious! I'm cold! I'm hot! I'm tired!I'm sleepy. 違う文化だから面白い。 Where is the next place you want to travel to in Japan and why? 日本で次に旅行したい場所はどこですか？沖縄行きたい。僕は北海道も住んでた、千葉も名古屋もと、旅行はあの広島と九州、鹿児島まで行って、北から南全部日本行ったけど、まだ沖縄行ってない。 If you could start your life in Japan again, is there anything you would do differently? もしまた日本の生活を始めてからスタートするなら、変わりたいことがありますか？絶対日本語勉強始まる。最初日本来た1年や2年ぐらい、イオンの英会話先生だった。周りの人みんな外国人だから、ずっと1年2年日本語全然喋らなくて、英語だけ喋って、超もったいない、もったいないと思った。やっぱり日本住みたいと、日本語わからなくって、生活できる、でもやっぱり難しい。そして日本で何も勉強しなくて、カナダ戻った。だからカナダ戻った時も、日本語全然わからなかった。また日本来た北海道で、田舎で住んで、周り外国の人なかった。だから、ちょっとプレッシャーで、テクトで日本語を勉強した。教科書も使ってない、あの授業も入ってない、漢字あまりわからない、文法もいっぱい間違えてる。だからもし初めてから日本語を勉強したかったら、多分今は生活はもっと簡単。ちょっと残念と思う。What's the best single piece of advice you have for first timers to Japan? 日本の初めて来る人にアドバイスとかありますか？一番いいアドバイスは2つ。1つはぜひ自分の国で できれば日本語のクラスや日本語を自分でも家でやインターネットで本で勉強した方がいい。2つは
あ、日本来たらちょっと明かれた心あった方がいい。絶対これしたいや、絶対これダメ、それ食べたくないや、あそこ行きたくないや、この仕事したくない、決めたら多分いっぱい問題来る。自分の国でやってるものは多分日本でないからがっかりして文句言って意味がない。あ、終わった。超難しかった、メポ。でもよかった、できたね。ハイファイブ、ハイタッチ、ハイタッチ。多分今までの一番難しい動画だった。今日どうだった？楽しかった？この動画好きだったらぜひコメントして、シェアしてと、サムズアップして、そして僕のチャンネル好きだったら、全部動画見たかったらぜひ登録してください。見てくれてありがとうございます。また明日ね。